1517年にルターが95箇条の論題を白教会の門に張り出したことで宗教改革が始まったとされている。95箇条の定題95箇条の論題は1517年10月31日にマルティン・ルターが発表したとされる文書である。一般的にはルターがこの文書をヴィッテンベルクの白教会の門扉に張り出したのが宗教改革の発端になったとされており、カトリック教会の贖友場販売を批判したものだとされている。内容は序文と95箇条の定題から構成されており、本来はラテン語で書かれていた。すぐに活版印刷によるドイツ語訳版が作られて印刷され、ドイツ中に知れ渡ったとするのが定説である1520年のルターの肖像。95箇条の論題は、中近世のヨーロッパ史における重大事件である宗教改革の契機になった文書として知られている。この文書は、マルティン・ルターが1517年10月31日に、自身が神学教授を務めているヴィッテンベルクの教会の門に張り出したとされている。文書は主に贖友場の販売を糾弾する内容になっていたとされているが、実際にはラテン語で書かれているために、一般市民には全く内容はわからないものだった。通説では、ルターがこの啓示によって教会を非難したのは勇気ある大胆な行動であり、すぐさまドイツ語に印刷されて出回り、ドイツ中に大きな論争を巻き起こしたと説明される。しかし歴史家たちは、ルターがやったことは、当時の学術界における所定の手続きにのっとって、討論会の告知を行っただけであったと指摘している。この時点では、ルター自身も一般庶民に大きな影響を及ぼすことになるとは考えていなかっただろうというのが、現代の学術界の定説である。しかも、門扉に文書を貼ったという伝承が歴史的事実であるかどうかも結論が出ていない。にもかかわらず、この文書が突如として宗教改革を引き起こし、カトリックとプロテスタントを分裂させた端緒になったというイメージは今も一般的である。10月31日は宗教改革記念日となっており、ドイツのプロテスタント地方では休日になっている。ルターが投げた雷が落ちた。ドイツ人すべてが動き出した。フリードリヒ・エンゲルス。一般的に世界史の教科書では、宗教改革は1517年にマルティン・ルターが95箇条の論題をヴィッテンベルクの白教会の門に張り出すことで始まったとされている。そしてその背景として中世以来のカトリック教会の腐敗があり、贖友場の販売が引き金になったと説明される。往々にしてこのルターの行為は一介の聖職者の身でありながら、教会の組織と権威に敢然と挑戦した勇敢な行動であったとして描かれる。このルターによる教会批判はしばたく間にドイツ中の知るところとなり、大きな論争を巻き起こし、1560年頃のカトリックとプロテスタントの分裂やイングランド国教会の独立をもたらしたとされる。すなわち宗教改革は1517年に始まり、1560年頃に終わったとするのが世界史の教科書における一般的な解説である。ルターが95箇条の論題を掲示した日時は、1517年10月31日の夜中とされている。翌11月1日は、カトリック教会の万世節という祝日であるとともに、ヴィッテンベルク上教会の建堂記念日でもあった。しかしながら、現代の歴史家や宗教史家は、こうした通説は、宗教改革にまつわる神話であり、後世に作られた見方ではないかと指摘している。この指摘によれば、宗教改革という用語が使われるようになったのは17世紀以降のことである。この述語を用いたドイツの政治家ファイト、ルートヴィヒ・フォン・ゼッケンドルフは、ルターの教会批判、ルターの宗教改革などと表現し、あくまでもルター個人の行動の範囲に限定する用語として用いた。95箇条の論題によって始まったのは、ドイツの宗教改革だとする文献もある。この不確かな出来事の本当の意義は、16世紀もずっと後になって、宗教改革はこのように始まったのだという神話が創造されたという点にある。R.W. スクリブナー C. スコット・ディクスン、ドイツ宗教改革 P1、宗教改革神話ドイツ史研究家の松田智夫は、世界の名著23ルターの中で、どの面から言っても、これが世界史の新しい時期を開くような、華々しい開幕でなかったことだけは確かであると評している。実際にはルター以外にも宗教改革家は大勢いて、ルターと同時代の人々は改革のすべてをルターに返すようには考えていなかった。改革は多元的に発生しており、多くの人物や都市が関わっていた。教会史家のベルント・メラーはルターを偉大な賢人、宗教改革の指導者と描写する、よくある記述は完全に作り上げられたものであると批判した。この見解は多くの歴史家に支持されている。しかしながら、ルター生誕500周年を迎えた1983年には、ルターを歴史上の英雄の一人、宗教改革を一人で成し遂げた人物と扱う、見方が依然として広範に存在していることが実証されてしまった。この文章は、ルターが自らの信仰を告白している始めと終わりの部分の鉄の括弧でのみ一つとされているわけである。フリーデンタール、マルティン・ルターの生涯、P165、95か条定題多くの研究者は、この文書の具体的な中身については詳しく述べていない。ドイツの歴史家で、ルターの伝記を書いたリヒャルト・フリーデンタールによれば、95か条は全体として、教理でも体系でもなく、また、そのようなものではありえなかった。これは、議論をするためのメモ書き程度のものであり、多くの定題はほとんど独り言のようなものだった。ところによっては、標語のようなものであったり、形になっていないものもあった。ルターは、多くの民衆が言っていたことを一枚の紙に取りまとめただけであり、その最初と最後に、ルターの名前があるという以外に、文書全体を貫く思想と言えるほどのものはなかった。しかしそのことがかえって多くの階層の様々な人物に自由な解釈を可能にしたとも考えられている。与えた影響として重要だったのは論題の中身というよりはルターの意図には反していたかもしれないが、教会に対する批判を公言しても良いのだということだった。口述するように問題が大きくなっていった頃には、すでにこの文書の中身や文言が問題ではなくなっており、ルターの当初の意図とは全くかけ離れた状況となっていったのである。どの条項からも証明できないのだが、この詩編の背後には、とてつもなく大きな力と決意、勇気と確信があるのだという感じが、また特にその影響を強くしたのであった。フリーデンタール、マルティン・ルターの生涯、P166、95か条定題これとは異なる見解を示す者もいる。松田智夫によれば、論旨は純粋に教義の問題として取り上げられ、論じられている。中には現実的な定題も含まれているものの、全体としては教会法や教義を論じたもので、特に許しは教会法や職有上では得られるものではなく神の意志によるものだ、という考えが貫かれているとしている。宗教改革小史の著者、KGE やアッポルドは、職有の商業化を真正面から攻撃するものだった、としている。しかしルターは、この95か条の論題の中では、職有上そのものを完全否定したわけではなく、一定の範囲では肯定している。職有上を購入して、職有を受けられること自体は認めているし、教皇を批判しているわけでもない。その職有が適用できる範囲が限定的であることを確認しているだけである。95か条の論題で書かれた内容は、後にルター自身が考えを変えたものも少なくない。例えば、95か条の論題では煉獄そのものは否定されておらず、職有上の効果が煉獄までは及ばないとしているだけであるが、後にルターは煉獄そのものの存在を否定するようになった。ルターの著作のうち、内容面で宗教改革運動の理論に影響を与えたのは、後に表した宗教改革三大論文と呼ばれるドイツ国民のキリスト教貴族に与える教会のバビロン捕囚についてキリスト者の自由である。ルターがヴィッテンベルクの城教会の門扉に95箇条の論題を貼り出したのは1517年10月31日の夜中である。翌11月1日はカトリック教会の万世節と城教会の建道記念日とにあたっており、この貼り紙は祭りに集まる人々の目に留まることになる。このように公の場で壁新聞のように多くの人の目に触れるようなやり方で教会を告発してみせたというのは現代の読者には果敢な行動であるという印象を与える。しかし実際にはこれは当時としては極めて一般的な出来事だった。当時のヴィッテンベルクの人口は2000人程度である。人口規模は大きくないがザクセン選定校の本城であるとともに1502年に開設されたばかりのヴィッテンベルク大学があった。町の西端にある選定校の居城に隣接して城教会があり、その門は日常的に大学の掲示板として利用されていた。ヴィッテンベルク大学の神学博士だったルターが掲示した文書は全編にわたってラテン語で書かれており、一般市民には読めないものであった。つまり、ルターはこの文書をもって一般市民に問題提起しようという意図は全くなかった。掲示板にこうした文章を貼り出すのは、当時の神学者が公開討論を申し入れる際の所定の手続きであり、その決め事に沿った定型的な行動に過ぎない。こうした公開討論は、当時の神学者が修練の一環として日常的に行っていたもので、特別なものではない。討論を行いたい者は、議論のテーマをラテン語でまとめ、討論の希望日時や場所を明記して掲示板に貼るというのが決められた手順だった。そして、この手順では討論を申し入れた者は、掲出したのと同じ文書を聖職者としての上司、関係者に対して送付する義務がある。写しを複数必要とするがゆえに、この文書は当時普及し始めたばかりの活字を用いて、紙に印刷されたものだった。ルターは手順に従って、この文書を当時のドイツの主座司教であるマインツ大司教にも送っている。ところが当時のマインツ大司教アルブレヒトこそローマ教皇やフッカー家と結託し問題となっている贖宥状を売って利益を上げている張本人だった。これは偶然であり、ルター本人も自分が批判しようとしている贖宥状の利益がマインツ大司教アルブレヒトの懐に入る仕組みになっているとは知らないままに文書を送付したと考えられている。ルターはマインツ大司教にこの文書を送るにあたり、私の最良の父、私の牧者と呼びかけている。これについて19世紀のイギリス女王ビクトリアが、アルブレヒトはさぞや面白くないことだったであろうと評したと伝わっている。マインツ大司教アルブレヒト教皇レオ10世シュタウピッツルターが95箇条の論題を貼り出したのは、多くの一般市民に、教会の不正を周知する目的ではなく、学問的な討論を呼びかけたに過ぎなかった。ルターは、アウグスティヌス修道会に属しており、ルターが討論を呼びかけた相手方は、ドミニコ修道会だった。ドミニコ修道会こそ、贖宥状の販売を請け負って、ドイツ中で売りさばいていた。張本人だったからである。しかしルターによる呼びかけにもかかわらず、ドミニコ修道会との討論会は実現しなかった。当時のヴィッテンベルクの支配者であるザクセン選定校、ヨハン・フリードリヒは、領内での贖宥状を禁じる目的で、ドミニコ会修道士を領地から全員追放していた。ドミニコ会修道士はそもそもヴィッテンベルクに立ち入ることができなかったのである。ルターから論題の写しを受け取ったマインツ大司教アルブレヒトは、これをマインツ大学に委ね、周囲にはこの件について一切の言及を禁じた。その上で自分の定席にあたる人物、すなわちローマ教皇レオ10世へ文書を回送した。アルブレヒトはこれによって、この件についての自己の責任を免れると考えた。そしてレオ10世こそ、問題の職友上の販売の総元締めである。そのレオ10世は、当時の大多数の人々と同じように、これをアウグスティヌス修道会とドミニコ修道会の小競り合いに過ぎず、修道士どもの口喧嘩程度のことと考えていた。ルターは酔っ払いのドイツ人であり、シラフに戻れば違うことを言うだろうと評したとも伝えられている。この時点でのルターの主張は、要するに誤りを犯しているドミニコ修道会に対し、正しいカトリックの教義を説こうとしているものだった。レオ10世は、アウグスティヌス修道会のドイツの長ヨハン・フォン・シュタウピッツに、この件を委ねることにした。シュタウピッツは、ルターの主張に理解を示し、1518年4月25日に開かれる修道会の総会で議題にするように提案した。その他の聖職者たちも、表立った反応は差し控えた。ブランデンブルク司教のシュルツのところにも、ルターから文書が届いたが、シュルツは読みさえしなかった。それでいて、ルターに自筆で親切な返事を書き、ルターの主張には、カトリックの教義に反するものは見受けられないし、職友上の販売は自分も嘆かわしいと感じるが、今は口をつぐんでおいた方がいいだろう、と伝えている。シュルツには、とにかく、ルターのいるザクセンとマインツ大司教の本拠である、ブランデンブルクの対立に発展するのを避けたいという思いしかなかったと考えられている。ところが、何者かがこの文章をドイツ語に翻訳した。ビッテンベルク大学の学生の仕業だとも言われている。それが、バーゼル、ニュルンベルク、ライプツヒの印刷業者のもとへ持ち込まれ、当時普及し始めた、活版印刷によって複製された。これが短い間にドイツの各地に広がっていき、さらにドイツ語以外にも翻訳されてヨーロッパ中に伝えられた。ルターはこれを天使ご自身が飛脚であったかのごとくに14日間のうちに早くも全キリスト教会を一巡したと評した。なお、この時3カ所で印刷されたラテン語の文書はそれぞれ300部ほどが出回ったと考えられているが、そのほとんどは現存しない。ニュルンベルク版は1891年にベルリンの学芸員がロンドンの古本屋で発見し、現在はベルリンに収蔵されている。このニュルンベルク版には冒頭部に真理に対する愛からで始まる長い題名が付けられている。バーゼル版では文書にラテン語でディスプーターティオプロデクラレーショニービルトゥティスインダルジェンティアラムという題名が付け加えられている。各地の文章はいずれも無記名であり、出版社は不詳である。このように、新技術である活版印刷術が、ルターの主張の普及に重要な役割を果たしたという見方は、多くの歴史家たちが支持している。とは言っても、当時のドイツの識字率は平均して 4% から 5% 程度だった。当時の人口とルターの出版物の出版数の推計から逆算すると、実際にルターの著作物を手にしたのは43人に1人程度に過ぎなかった。当時活躍したのは、図像や平易な印文入りの規範画によるパンフレットと説教誌である。印刷物が果たした役割はそうした説教誌を感化するところにあった。この結果として、ルターの言説は大反響を巻き起こした。しかし、純粋に学問的な討論を呼びかけたに過ぎない、ルターにとっては、これは予想外のことだった。しかし肝心の神学者たちからはほとんど無視された格好になり、ルターが望んだ学術的討論は実現しなかった。ルターが名指しで批判したドミニコ修道会だけは敏感に反応した。ルターには関係ないのだが、ドミニコ修道会には以前から敵がいて、自分たちは攻撃を受けて迫害されていると考えていた。そこへ、新たにルターという敵が増えたという格好になっており、深刻な事態だと受け止めたのである。異端者は3週間のうちに火に投げ込まれて、入浴用の帽子をかぶって、あの世行きだ。ヨハン・テッツェル、ルターの帝大について1518年1月20日、オーデル川のフランクフルトで開かれた修道士の総会で、ドミニコ修道会医師で異端審問官でもあるヨハン・テッツェルがルターに反発して職友を認める論文を発表し、ルターを家系にすべきだと規制を上げた。一方のアウグスティヌス修道会では4月25日の総会でルターが演説した。この総会にはブツァーやブレンツも出席しており、ルターに感銘を受けた彼らは後に宗教改革の指導者となる。当時の人々はこれを単なるドミニコ修道会とアウグスティヌス修道会のいつもの小競り合いだとみなして面白おかしく眺めていた。修道会そのものをよく思わない人々は修道会同士の喧嘩を煽り立て、嘲笑し、対立の火が燃え上がるのを愉快に見物していた。多分まだ何にもご存じないでしょうか。ザクセンのビッテンベルクで一派が教皇の権威に反抗しようとしていますし、他の一派は教皇の職有を弁護しています。修道士たちが両陣営を挙げて戦うようにさせています。両方の確固たる修道会長は熱く、激しく、軽率に怒鳴ったり、吠えたり、涙を流したり、天に向かって訴えたりしていますし、その他に両陣営ともに何か書こうと思い、図書館に走り込んでいく者がいます。人々は、抵代や反対抵代や推論や条項を売りさばいています。私は彼らが互いに殺し合ってしまうだろうと思います。人文学者のウルリヒ・ホンフッテン、友人に宛てた書簡の中で一件が妬みと悪意から立ったというのは、ほぼ確かなことでしょう。アウグスティヌス会士はドミニコ会士を妬んでおり、ドミニコ会士はアウグスティヌス会士を妬んでおり、両者はフランシスコ会士を妬んでいるのです。アントワープの人文学者、スペインの人文学者に宛てた書簡の中でこの間、肝心の神学者たちからほとんど反応がなかったことに、立腹したルターは、職有上の売り手を追撃するような小論、職有と恩恵とについての説教を刊行した。95か条の論題と大きく違うのは、これがドイツ語で書かれたということである。このことは、この説教が論題のように学者向けのものではなく、一般庶民向けに書かれたことを意味している。説教は20か条に絞られていて、表現はより鮮明で過激になっていた。この中でルターは、相手方を聖書の匂いを嗅いだこともない鈍い頭脳の持ち主と攻撃した。この説教は20種類以上の版が作られたことがわかっている。職有上を売る聖職者が悪魔として描かれている。ルター登場前のもの。テッツェルの風刺画。ソボルド・デ・アグールデン・イム・ベカン・クリント・イン、ユイダイ・シール・イム・ヒンメル・シュプリングットとの謳い文句で、職有上を売りさばいていたとされている。一般的に職有上の発行は十字軍の時に遡るとされている。当初、職有上の発行は十字軍の時か100年に一度とかなり限定されていた。その効能も限定的であり、教会が定めた罰をいくらか減免させるというものだった。ところがそのうち職有上の発行は50年に一度、33年に一度、25年に一度という風に間隔が短くなっていき、やがて頻繁に発行されるようになった。特に15世紀後半のシクストゥス4世は、職有上を乱発すると同時に、その効能を現世での罰の減免だけでなく、煉獄にいる分にまで対象であると拡大した。こうした職有上を批判したのはルターが初めてではない。14世紀には、ウィクリフ、15世紀にはフスが職有上の販売を批判している。ルターの批判の対象になったレオ10世による職有上は聖ペテロ大聖堂の再建費用を集めるという名目で発行されていた。が、実はその本当の使途は違っていた。この職有上の売り上げは最終的にはフッカー家という金貸しのところに入ることになっていた。これはローマ教皇レオ10世とマインツ大司教アルブレヒトの借金返済のためのものだった。ただし、当のルターは、そのような仕組みは全く知らなかった。一般庶民と同じように、大聖堂の再建に使われると考えていた。当時のザクセン選定公、フリードリヒ3世は、レオ10世とドミニコ修道会の職有上販売には、ことを唱え、ザクセン領内での職有上の販売を禁止した。と言っても、ザクセン選定公が職有上の販売を禁じたのは、ルターのような敬虔さから来る動機ではなく、領内の経済をおもんぱかってのことだったと考えられている。ザクセン選定公自身、以前は盛んに食友情を販売していて、その売り上げで聖遺物を収集していた。ザクセン選定公の聖遺物コレクションは、当時のヨーロッパを代表するものであり、聖遺物を拝むことは、それだけで食友になるとされていたので、各地から参拝のために巡礼者が集まってきていた。巡礼者が領内で費やす金は、ザクセン選定公領内の経済を潤していたのだが、食友上の販売はこれを妨げる危険性があった。また、領民が稼いだ金が、食友上の売り上げとして、ローマに送られるということは、ザクセン選定公領の富がローマへ流出していることに他ならなかった。当時のドイツは、ローマの目牛と蔑まれており、ドイツ諸侯はこれを苦々しく思っていた。この食友上は、ドミニコ修道会の修道士が販売を請け負っていたので、ザクセン選定公は、ドミニコ会の修道士を全員領内から追放したのだった。しかしテッツェルは、ザクセン領地のギリギリまで行って、食友上販売を行ったので、ザクセンの領民の中からも数多くの者が食友上を買いに行った。ルターはアウグスティヌス修道会出身で、ヴィッテンベルク大学に招かれ、そこで神学博士号を取得した人物である。自身の体験に基づく一風変わった授業を行い、ヴィッテンベルク大学の神学講義の改革を行っており、学内では有名な人物だった。しかしこの時点では、ドイツ全体としてはまだ無名の存在だった。ルターは、啓示を張り出す以前から、食友上批判を繰り返していた。記録の残るところでは、1516年7月27日の説教で、食友上の有効性に疑問を呈し、これが招く倫理の大敗を指摘している。これは、ちょうど、テッツェル一行が、ザクセン領に最も近づいた時期である。ザクセン領を出て、食友上を買い求めてきた庶民たちは、食友上売りの様子をルターに話して聞かせた。それはルターを怒らせるものだったという。ルターが啓示を行ったのは、それから1年3ヶ月後のことである。10月31日当日の昼間の説教でも、ルターはこの問題を発言していたという。数百年にわたる無数の研究にもかかわらず、1517年10月31日に、ルターが本当にこのような文書を掲示したのか、その事実性には論争があって解決していない。日付が違うという説もあれば、ルター自身が自分で門に打ちつけたのか、人にやらせたのかという議論もある。同時代の資料で、この出来事を伝える唯一の情報源は、ルターの同僚だったフィリップ・メランヒトンによるものである。ルターが1546年2月に死去してから3ヶ月後に刊行されたルターの著作集第2巻の序文の中でメランヒトンはルターが門扉に95箇条の論題を掲示したと述べている。しかし他の証拠はない。ルターが1517年10月31日に貼り出したとされる文書が印刷されたものであったと伝えられているが、実際にそうであったのか、手書きのものだったのかも分かっていない。一般に、当時の大学の掲示板に貼り出される文書は、手書き、印刷どちらの可能性もある。いずれにせよその原本も、印刷前の版も現存しない。現存するのは、マインツ大司教アルブレヒトを経由して、ローマ教皇レオ10世に送られたものだけである。ただしその中身は、1517年末に、ライプツヒで印刷されたコピーと同じである。実際に門に貼り出したかどうかや正確な日付はわからないが、いずれにせよこの時期にルターがこの文書を公表したことは確からしい。上述の通り、ルターはそもそも公に教会を攻撃することを意図していたわけではなかった。ルターは神学者との討論を呼びかけただけであり、その討論を通じて教会の枠内での穏やかな改革を意図していた。だから、意図とは違う形で、一般庶民を中心に大騒ぎになってしまった直後、ルターは、ブランデンブルク司教に対して、主張の訂正を行い、全面的な撤回すらほのめかしている。しかし、ルターの意図とは裏腹に、食友上批判は、ドイツ中に知れ渡ったとされる。現代でも一般的にはルターが職友情批判を行ったとされている。しかし、ルターが95箇条の提題を通じて論じようとしたのは純粋な神学上の教理であった。95箇条は全体として体系的でもないし、大半はルターの独り言のような文言だった。職友情販売の問題はその中のほんの一部に過ぎなかった。ルターが特に議論を望んだのは、職友情の販売そのものではなく、救済と良心の概念についてだった。教理では、国会、改宗の後に罰が与えられ、その罰が職友されるという手順であって、国会や改宗を省いて職友にたどり着くはずはない。だからルターは、職友情を販売する教会を批判しただけではなく、職友情を購入する民衆も批判した。32職友情によって、自分たちの救いを得られたと信ずる者たちは、それを説いた説教師と共に永遠の罪を受けるであろう。ルター、95箇条の論題の32しかし、実際には、ルター自身は、職友情について直接見聞きしたことはなく、すべて職友情を買った庶民からのまた聞きでしかなかった。職友情を売り回ったドミニコ会修道士テッツェルが歌い文句にしていたという、クルデン金貨が、チャリンといえばたちまち魂が天国へポンと飛び上がるという口上は、実際にテッツェルが言ったものではなく、ルターが、テッツェルは、こう言っているらしいとして述べたものだった。そして、ルターはこの職友情のからくりまでは知らなかった。マインツ大司教、アルブレヒトのこともよく知らなかったし、まして教皇レオ10世のことは知らず、彼らがこの職友情の販売を企画した、張本人であることは知らなかった。ルターは、レオ10世は、善良なる聖職者であり、無垢な教皇が悪い部下に騙されているのだと、信じきっていた。50もし教皇が、職友説教者たちのする取り立てを知っていたなら、彼は、聖ペテロ聖堂が、自分の羊たちの皮、肉、骨で建てられるよりむしろ、灰と消えることを選ぶということを、キリスト者は教えられねばならない。ルター、95箇条の論題の50実際のところ、マインツ大司教もローマ教皇も、神学者として教理に通じた人物ではなかった。マインツ大司教アルブレヒトは、ホーエンツォレルン家の王子で金で地位を買っただけであり、メディチ家の人物である、ローマ教皇レオ10世は外交に長けていたが、神学者ではなかった。だから彼らのところに文書が回ってきても、自力で判断することはできず、専門の神学者に回して意見を聞くしかなかった。当時はそもそも職友については神学の中でしっかりと位置づけられてはいなかった。アウグスティヌス修道院でルターに神学を教えた聖職者たちも職友については知識を持っていなかった。ルターは職友の概念について学術的な討議を求めていた。本来、職友というのは人が犯した罪に応じて教会が人に与えた罰のうち、そのいくらかを免除するというものだった。ルターの考えでは、カトリックの教理の中では、職友によって免じられるのは罰であって、罪自体が免れるわけではない。しかも教会が免じることができるのは、あくまでも教会が定めた罰のみであって、神が与えた罰は免じることができないはずである。5教皇は、自己の判断と、教会法の規定によって課したものを除いては、いかなる罰をも許そうとするものではないし、また許すことはできない。ルター、95箇条の論題の5ところが、この職友情を売っている連中は、ありとあらゆる罪がなくなるかのようなことを言っており、ひどいものでは、あらかじめ職友情を買っておくと、その後悪事を行っても大丈夫というような、売り口情すらあったという。これは、カトリックの教理に反しているはずであり、そこを議論ではっきりさせたいというのがルターの主張だった。職友情の有効な対象が適切な部分に止まっているならば、それは教理に適合しているのであり、ルターは職友情が全て不適切だと批判したわけではなかった。34課の職友の恵みは人間によって定められた非責による小罪の罰だけに関わる。ルター、95箇条の論題の34ただし、実際問題としては、職有の概念について、そこまで詳しく理解している聖職者は当時ほとんどおらず、修道会におけるルターの死はもちろん、大司教や教皇でさえも、こうした教理を正確に知っている者は、ほとんどいなかった。大衆は、罪と罰の区別もついておらず、職有上折の向上を鵜呑みにしているだけだった。1518年の秋、教皇庁やザクセン選定校の取りなしで、カトリック教会とルターの討論が内々で行われた。しかし、両者の主張は平行のままに終わった。この話し合いの後、アウグスティヌス修道会のシュタウピッツはルターを修道会から退会させることにした。これによって、アウグスティヌス修道会に対する責任問題を回避するとともに、ルターが自由に活動できるようにしたのである。翌1519年には、ライプツィヒ討論が行われる。この討論会は決裂に終わったが、カトリック側はルターを異端とする言質を取ることに成功した。ルターは教会批判の急先鋒とみなされるようになり、ローマ教皇はルターを異端として破門した。この観点では、討論会はルター側の敗北とみられたが、その後の影響を考えると、かえってルターにドイツの注目が集まることになった。旧東ドイツの義務教育で用いられていた歴史教科書でも1517年のルターによる95箇条の発表とともにドイツの宗教改革は始まったとある。10月31日の正午とする文献もある。口述の通り手書きのものだったとする遺説もある。18世紀のドイツ劇作家ゴットホルト・エフライム・レッシングはレオ10世が兄弟マルティンは良い頭を持っている。あれは、修道士の喧嘩に過ぎまいと述べたと伝えている。しかしレッシングは全く根拠を示していない。マインツ大司教アルブレヒトは、ブランデンブルクを治めるホーエンツォレルン家の出自である。マインツ大司教領は、ドイツの西部のライン川流域にあるのに対し、ブランデンブルクは、ドイツ東部のエルベ川流域にあるので、両者は大きく離れている。アルブレヒトは、実際には生涯のほとんどをブランデンブルクで過ごし、マインツにはほとんど赴かなかったと伝えられている。当時の識字率は都市部と農村部でも開きがあったと考えられている。しかし、ドイツ全体の人口のうち都市部が占める割合は 10% 以下であり、多くは文字の読めない農民だった。矛盾しているようだが、これらのパンフレットには文字が読めないものは読めるものに、これを見せて読んでもらえと印字されていた。その頃、ドミニコ修道会の修道士で迫害を受けていた人物が何人かいる。教皇を批判して家計にされたジロラモ・サボナローラや人文主義者のヨハネス・ロイヒリンである。当時はキリスト教徒によってユダヤ人とユダヤ教への迫害が行われており、人文主義者としてヘブライ語の研究もしていたロイヒリンはユダヤの古典にも歴史的価値があると考え、ユダヤの古文書の詔書に反対した。その結果、ローマ教皇との対立を招き、自身が迫害されるに及んだ。厳密には、大規模に発行された初の例が、第1回十字軍であり、職有条自体はそれ以前から存在していた。特に、フスの場合には、事情が込み入っている。当時は教皇を名乗る人物が3人いる、教会大分裂期で、そのうち、ヨハネス23世が別の教皇を武力で撃つための軍費を募って、職有条を出したものを、フスが批判したのだった。結局ヨハネス23世自身が、コンスタンツ公会議によって、異端や聖職売買で有罪とされて、すべての権威を失うが、フスはそのまま家計に処された。1519年のライプツィヒ討論では、教会側はルターから、フスの主張に共感できる点があるとの発言を引き出すことでルターを異端と断定する論法を取った。そのコレクション数は1509年の5000点から1520年には 19,013 点まで増えていた。しかし後にルターが聖遺物崇拝も偶像崇拝の一種であると批判を始めると、選定校はコレクションを手放さざるを得なくなった。コレクションのうち現存するのは、ルターに与えられたガラス製の杯一点のみである。ザクセン選定公領の富の源泉は、領内の銀鉱山にあった。当時の鉱山開発技術の発展によって、フリードリヒ3世の時代に、鉱山収入は伸び、選定鉱を潤したのだった。フガー家も、鉱山収入で同時期に急速に発展したのであるし、ルターの父親は、ザクセン選定鉱の鉱山の監督官として、財を築いた人物である。ルターが、ヴィッテンベルクの教会で庶民の国会を聞いていると、罪の告白をしながらも、反省の素振りも見せない者がいた。ルターがその者に対して、改宗の筆跡を拒むと、その人物は買ってきた、贖喩状をルターに見せびらかし、ルターをあざけったという。ルターが言うには、テッツェルは、お前が、聖母マリアを犯して身ごもらせたとしても、贖喩状を買えばその罪はたちまち許されるなど豪語したという。しかしこのルターの引用は事実ではなかっただろうと考えられている。例えば聖戦であっても人を殺めること自体は神が定めた法に反することであり、罪が発生する。この罪に対し神による罰と教会による罰が与えられる。ただし神による罰は国会によって神の許しを得ることができる。一方、教会による罰は、現世での罰でもあり、現世での善行によって贖わなければならない。例を挙げると、ローマ教皇アレクサンデル2世の命によって、ヘイスティングズの戦いに加わった騎士は、戦場で敵を一人殺すごとに10年の罰を背負うことになった。存命中に善行を行ったり、巡礼に出て、聖地を訪問したり聖遺物を礼拝したりすることで、たまった。罰はいくらかずつあがなわれる。これには代理を立てることもできるし、寄付によって済ますこともできる。贖喩状はたまった罰のうち7年などの期間を免じるものである。もしも死ぬまでに罰をすべてあがないきれなかった場合には、死後、煉獄に落ち、罰が浄化されるまでの期間、焼かれることになる。ちょうどこの時、アウクスブルクで帝国議会が開催されるので、諸侯や有力司教がアウクスブルクに集まることになった。そこで非公式にルターと教会の学者の会談が行われた。非公式であるがゆえに会場は私邸が使われたのだが、そこはフッガー家の屋敷だった。この会談はその後に行われる討論や審問に比べると穏やかに行われた。教会側はルターに自説の撤回や信徒を混乱させる。説教の中止を要請したが、ルターは受け入れなかった。そこで、教皇の特使はルターが、大ピラに問題発言をしなければ、教会側もルターを責めないという妥協案を示した。これには、その代わりに、ルターを枢機卿に推薦するという条件も付与された。ルターはこれに同意し、この審問の後しばらくの間は沈黙した。しかし、ドミニコ会がルターを攻撃し、ライプツィヒ討論を仕掛けることで、ルターは、この沈黙を破る羽目になった。このアウクスブルク審問の裏側では、神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世と、ローマ教皇の政治的綱引きが行われていた。マクシミリアン一世は、死期が迫っており、身内のハプスブルク家から後継者を襲おうとしていた。皇帝と対立するローマ教皇はそれを妨げようとしており、教皇は、次期皇帝には、ドイツ諸侯の最有力者であるザクセン選定公、フリードリヒ3世を押そうとしていた。ルターは、ザクセン選定公のお膝元ヴィッテンベルクの神学者で、あるから、マクシミリアン一世は、ローマ教皇に、ルターを攻撃させることで、ザクセン選定公とローマ教皇の仲を避ける狙いがあった。一方のローマ教皇側は、ザクセン選定公を抱き込むために、ルターを強く攻撃することは避けたかった。結局、この審問は物別れに終わったが、マクシミリアン一世も後継者を指名できないまま、死んでしまい、皇帝選挙が行われることになる。ありがとうございます。